こんにちは、Rです。スプラトゥーン噂調査団団長 R でございます。ご視聴ありがとうございます。今日もですね、皆様からいただいた小ネタをガスガスと調べていきましょう。今日はですね、結構大掛かりな小ネタになると思うんですけれども、皆さんサイドオーダーでこのハチが着ている服、これあるじゃないですか。オーダースーツレプリカでしょ。で、これかオーダーピアスレプリカで、オーダーシューズレプリカ、この、3つですね。これサイドオーダーがクリアした時にもらうじゃないですか。でもこれを着たままサイドオーダーの一番最初の移動の電車に乗る方法があるとのことで、ちょっと試してみましょう。これでもいけんのかな。ちょっとタコになりましょうか。よし、ちょっとどうせやったらね、このタコちゃん仕様でやってみようと思います。それがこちらですね。じゃじゃん、ありがとうございます。もうやったかわからないですけど、小ネタです。やってたらすいません。サイドオーダーをクリアしてから、カッコオーダーコを倒して別のスイッチで X を押して駅を選択すると、クリアして武器を持っていてギアも着ているのに秩序の街という選択肢がありません。そして白い服を着ながら全車でうとうとする映像が見れます。そして最初からになります。米、最初の一度クリアした方のスイッチには何の影響もしませんでしたとのことなので、ありがとうございます。これね、何の影響もなしということで、ちょっと安心してできるんですけれども、で、スイッチ2台いるってことだよね、これね。別のスイッチでって言うわけ。ちょっとこれね、実家に僕母親にプレゼントしていたスイッチがあるんですけど、それをちょっと貸してと調査で必要なんだと、借りてきましたので、ちょっとそれやってみましょう。まずはちょっとね、その実家の方のスイッチに僕のアカウントを移して、でそれでやってみるか。これ実家の方のスイッチなんですけど、ユーザーの追加かな、他の任天堂スイッチから引き継ぐ。ユーザーを両方の本体で使ったり引っ越したりできます。両方で使えるってことよね。よしよしよし。もう一台の本体と同じ任天堂アカウントを連携してください。はいはいはい。この先進みには本体を更新がいるのか。大丈夫かな。まあいっか。スマートフォンで簡単ログイン。本当かな、簡単かな。よし、これでいけるはず。おお、来た来た来た。このユーザーを追加します。はい。セーブデータの自動ダウンロードをオンにしますか。この本体で自動ダウンロードをオンにすると、他の本体の続きから手軽に遊ぶことができる。あ、じゃあオンだね。初回のダウンロードは手動で行う必要があります。オッケーオッケー。でもスプラトゥーン3がないよね。ちょっとゲームカード持ってくるか。よし、スプラトゥーン3入れました。でこれやります。ダウンロードか。これやろうね。かなり大掛かりになってますね。結構長いぞ。もしこれサイドオーダーなかったら、また買わにゃいけんのかな。でもユーザーに紐づいとんかな。本体ってことはないよね。ちょっとどうなるんだろう。あれ？セーブデータか。セーブデータを、最初は手動でって書いてあったよね。サーバーにセーブデータがあります。じゃあそれを、セーブデータのダウンロードか。64.6 メガ。これの中に、オーダースーツとかが入ってるってことよね、多分ね。はい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 。で、それを着て、でもサイドオーダークリアしてないけーみたいな感じか。なるほど。それではちょっと行ってみましょうか。まずサイドオーダーいけるのか。ドキドキするね。まあ一応、バンカラ街にいる設定ですね、このロード画面はね。来ましたよ。あ、来てる来てる、もう来てる。じゃん、来てますね。ちょっと行けそうじゃない？あ、駅ある。これ行けるぞ。よっしゃ。行こうぜ行こうぜ。なんとこの姿のまんま、サイドオーダーの最初に。いけるいけるいける。あれ？こっから先遊ぶには追加コンテンツがいるのか。で、お、購入済み。ナイスナイス。ってことは再ダウンロードだよな。追加コンテンツを適用するには、ダウンロード完了した後、スプラトゥーン3を終了し、もう一度ゲームを始めてください。オッケー。これさ、街に行けれんくなった人、最近、チャットにおったんよ。俺が今やりよること、ちょっとやってみて。ニンテンドー eショップ行くじゃん。あ、待って。なんかアイコンのところで、ここで、ソフトと追加コンテンツ。ダウンロード始めました。よし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 。来た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 。さあ来ましたよ。よかったー。これ追加で買わにゃいけんかったらどうしようかと思った。調査のためにもう3000円買うのかどうか。よーし、じゃあ行きましょうか。これで、あーでも秩序の街になってる。ダメだ、これダメだよね。あーダメだ、ここに来ちゃう直接。
ハイカラスクエアにも行けるようになっとったしね。あれダメなのか。ダメだね。ちょっと待ってよ。ちょっとイラブンもう一回読み込んでみますね。今、追加ダウンロードコンテンツは入った。で、俺のセーブデータが行き過ぎとるってことかな。方法は今思いついたうちで2つあるんですけど、例えば、このセーブデータをこっちの実家の方のスイッチのセーブデータを消し、で、もう一回やってみるか、もう一つアカウントを作って、やるか。これのセーブデータ消しても大丈夫かな？これ俺のが消えるんかね？いやでもセーブデータ消したら多分サイドオーダーのオーダースーツもないよね。じゃあ一回データ消してみるか。多分こっちのセーブデータだけだと思うんだよね、これね。Rのセーブデータ消去。怖っ。消しました。これで始めてみよう。いやでもそうだよね。こうなるよね。そりゃそうだ。そりゃそうだ、そりゃそうだ。これはさすがに最初すぎるけ。でもこれまた同じだよな。64.6 メガ。ってことはさっきのセーブデータが来るけ。はいから、スクエアにいるじゃん、もうこれ。終わりじゃん。そうだね。いけないね。クリアしてすぐやらにゃいけんのかね。だとしたらもう一個ちょっとアカウント作って、クリアして、みたいな感じで、やるのか。ちょっとそれもやらんと調査にならんよな。あれ？あ、ちょっと待って、いけるかも。今さ、実家の方のスイッチで、セーブデータ消してやったんですけど、なんか俺この格好になってる。で、駅見たら、ない。ほほほほ、いけるかも、いけるかも。待って。あるかな？ある、いける。いけるぞ。うわー、勇気の消去。よかったー。ほら、これでもいいしね。ちょ、まず最初はこれでいこうか。マジ、ありがとう。うわー、勇気で消してよかったー。ちょっとタコにするね。ジョイコンだからどこに、やっていいかわかんない。ここか？あ、できた。よし、皆さんお待たせしました。ちょっと僕もいろいろやってね、また、ヨシオアカウントでサイドオーダー最初からクリアせんにはいけんかなと思っとったんですけど、いけそうです。よかった。ありがとう。行ってみよう。いけ。さあ、見てください。この珍しい、ハチの姿で、グラングラン。うとうとしてる。うとうとしてますよ。うわ、これわかりにくいな。異界のカノンとかつけとった方がいいかもね。カクン？カクン？はい。で、おそらく最初のね、キャラ設定とかをせずに、ソフト終了したんで、何回でもあそこのシーンが見れるんですよね。待てよ。これサムネで、このスーツでやろうかと思ったけど、ちょっと見えづらかったっけ？異界のカノンにしちゃう？これとか。これ絶対クリアしてないと。てかこれ、ね、あの寝とるシーンでつけてないじゃん。ちょ、姫ちゃん、これで一回行ってみよう。どれが一番いいかな？うわぁ。おかしいもんね、これね。よし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 。
こういうのとか、あと異界のカノンとかね。あ、待てよ待てよ、今めちゃめちゃすげえこと思い出した。そのすごいことというのがね、じゃじゃん、こちらです。ありがとうございます。アルさん、こんにちは。です。ハロウィンフェスで包帯のギアを身につけて電車に乗ると、寝るけれど右側の目が光っているところは開いています。長文失礼しました。ありがとう。これやりたかったんよ本当はね。でももう一回ね、あの電車のシーンを撮る方法がわからんくってできんかったんですけど、この度できるようになったので、ちょっとそのこれもね調べれるようになりました。1ヶ月前にくれとったのにね、ありがとう。忘れちゃないぜ。あ、これだ、これ、これ。多分これのことよね。で、行こう。これね、寝てるのに、右側の目が光っています。ね。ほんまよ。寝ないの？寝ないの？寝てるけど片目開いてる。ぐっすり。Good sleep! すげえ、これやりたい放題なんじゃけど、何回でも電車に乗れる。ちょ、やっぱ異界のカノンだよね。これがインパクトあっていいよね。これおもろいな。寝とるかどうかわからんね。かく？かく？かっくり。これ、サムネでもね、コラかと思われるよね。実際にできるんです。勇気でセーブデータを消せるものだけが。でもまあデータのことなんでね、僕は責任が持てないんで、もしこの小ネタをやるとなったら自己責任で、セーブデータ消去とかいろいろ押してね。僕は一切責任を取れませんので、よろしくお願いします。ブレインウォッシュ、これも行こうか。ちょ、いろんなパターン見ようぜ。これ、相当でかいな。こうやって隠れとっても見えるじゃんね、これ。ほら。出てますやん。これ、ここが出るわ。まあ、いいか。なってみよう。ああ、すご。これも違和感ありありじゃね。うわ、サムネ候補多いな。異界のカノンかな、やっぱり。わかりやすいよね、あれがね。どういうことみたいなね。カクン。カクン。はい。これ、僕の、実際使ってる元のスイッチなんですけど、戻ってきました。セーブデータも大丈夫そうですね。そうですね。で、ハイカラスクエアにもおるし、秩序の街にも行けるし、こっちは普通みたいですね。できてよかった。ああ、もうびっくりした。焦った。これね、ずっとやりたかったんですよ。で、しかも、その、1ヶ月前の、ハロウィンフェスのギアの分もね、あれもいつかやりたいなと思いよったんですけど、今回できてよかったです。いやー、ありがとうございます。今回の調査ね、結構大掛かりだったね。いやー、でもできて楽しかった。今後、いろんなギアでね、電車のシーンとか撮れますんで、ちょっと、なんか面白いの思いついたらね、やろうと思います。今日のね、動画面白かったっていう方、ぜひね、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。こんな感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っておりますので、何か面白い小ネタ、噂、バグ、その他もろもろ、調査依頼ですね。そういうのがございましたら、YouTube のコメント欄にお書きください。ませませい！わお！タイミングバッチリ。それからですね、宣伝なんですけれども、僕実はですね、朝毎日生放送しておりまして、それがこのチャンネルじゃないんですよ。R ガレージというもう一つのチャンネルの方で、朝8時から9時までの1時間ね、雑談生配信をしておりますので、平日はね、ぜひご覧になってください。そして、今春休みでしょ？でけね、結構いろんな挑戦をしておりまして、例えば、ハッキングなしで全武器を制覇してみたらどうなるのかとか、あとは、サイドオーダー。
10万ポイント絶対取るぞ企画とかね。あれがめちゃくちゃ面白くてね。一番惜しかったの見てこれ。9万8638ポイント。あと1400ポイントあれば10万ポイント達成しとったのにね。これ桁が増えるのか、99999になるのか、まだ僕には分かってないんですよ。ちょっと生放送でやっていきますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。あとスプラトゥーン以外のね、ゲームもやってるんですけど、それは先ほどの R ガレージの方でライブ配信でやっていきますので、もし私のですね、他のゲーム実況見たいなっていう方がいましたら、そちらを登録してライブをご覧くださいませ。OK! がっつり宣伝でした。いやー楽しかった。OK! じゃあね、バイバイ。